なぜ北尾浩二対ジョン・テンタ八発言事件。メガネスーパーが多額の資金を投入して設立したプロレス団体 SWS が1991年4月1日に開催した神戸ワールド記念ホール大会においてプロレス史に残る事件が起こった。 元横綱の北尾浩二が WWF のジョン・テンタと対戦した際不可解なセメント暴走を行った挙句レフェリーに暴行反則負けの裁定が下されると場外からマイクでテンタに向かって「八百長やろう八百長ばっかりやりやがって」とキンクを連発したのだ試合は序盤からかみ合っていなかった 最後はイラついた北尾がレフェリーを蹴り飛ばしたため反則負けそして場外で突然マイクを持つと八百長やろう八百長ばっかりやりやがってと前代未聞のアピール北尾の発言が大きな波紋を呼ぶ試合となったこの暴言が原因となり北尾は SWS をわずか5ヶ月で解雇となってしまった SWS がわずか2年2か月で崩壊する引き金にもなったといわれるこの事件北尾はなぜ突然暴走してしまったのかまず両者のそれまでの歩みを振り返ってみる北尾は中学卒業と同時に立浪部屋へ入門し1979年に初土俵を踏み1986年には一度も優勝したことのないまま 第60代横綱に昇進して二羽黒浩司に改名しかし1987年12月に些細なことから立浪親方とトラブルになり廃業スポーツ冒険家なる肩書きを経て1990年2月10日に新日本プロレスの東京ドーム大会でプロレスデビュークラッシャーバンバンビガロと対戦し勝利を収めただが 憧れていたハルク・ホーガンを意識しすぎて、格好ばかりにとらわれすぎたため、怪しげなパフォーマンスやぎこちない試合運びにブーイングが飛んでしまう結果となった。そして、同年7月に、今度は現場監督の長州力と衝突。巡業先で口論となり、北尾は長州に向かって民族差別的な暴言を吐くと、巡業バスから降りてそのまま失踪してしまった。 そして、わずか半年足らずで、新日本プロレスから契約を解除されてしまう。その後、同じ大相撲出身のレスラー、天竜源一郎が手を差し伸べる形で、1990年11月に、SWS に入団。メガネスーパーを資本に持つ SWS は、資金力で全日本と新日本から選手を引き抜いたことで、週刊プロレスから大バッシングされていた。 そんな折この北尾の入団は SWS にとって明るい話題でまた田中八郎社長も北尾の強さには惚れ込んでいて大きな期待をかけていた一方のテンタは1963年カナダ生まれ北尾とは同い年だったレスリングのカナダジュニアチャンピオンの肩書きを持ちアメリカのルイジアナ州立大学でもレスリングで活躍した後 1985年に大相撲佐渡ヶ岳部屋に入門。琴天山のしこ名で、序の口、序二段、三段目と無敗の快進撃を続け、史上三人目の三場所連続優勝という記録を樹立した。1986年7月場所では、幕下43枚目まで昇進したが、場所前に突如失踪。相撲の風習になじめず、 また佐渡ヶ嶽親方ともトラブルとなって相撲を廃業1986年6月に全日本プロレスに入団した無敗の快進撃を続けていた期待の白人力士が恋人とされる通訳女性とともに突然失踪しプロレスに転向したそのスキャンダル性はテレビのワイドショーも巻き込んだ大騒動に発展そういう意味では北尾と天太は 共に相撲界でのトラブルからプロレスに転向したある意味似た境遇の選手同士であった天太は鳴り物入りで全日本プロレスに入団したが北尾と違ってエリート扱いではなかったしっかり下積みをこなしながらジャイアント馬場ジャンボ鶴田ザ・グレート歌舞伎から指導を受けてからデビューを果たしためったに新人を褒めないブルーザーブロディからも いい選手が入ったな俺とあいつのシングルマッチで客が呼べる日も近いぜと素質を評価されていた WWF へ参戦するとアースクエイクのリングネームでトップヒールとして活躍ハルク・ホーガンと構想を繰り広げるなど WWF でもトップスターの一角を担う存在となっていた相撲において北尾は横綱 幕下の天太とはとてつもなく大きな格差があったしかしプロレスにおいてはデビュー2年目の新人だった北尾に対し天太はハルク・ホーガンとも構想した WWE のトップヒールプロレス界において立場は完全に逆転してしまっていたそして共に大相撲を飛び出した大型の異端児が時を経てプロレスのリングで激突した 1991年3月30日の東京ドームそして2日後の4月1日神戸ワールド記念ホールにおいて2連戦として行われた北尾対天太はこの相撲とプロレスで逆転した格の差が事件の大きな要因になってしまうマッチメーカーの「ザ・グレート歌舞伎」のブックでは北尾の2連敗であったプライドの高い北尾であったが このブックを渋々受け入れていたまず、1991年3月30日、SWS と WWF との共催で開催された、レッスルフェスト in 東京ドームにおける初戦。結果は筋書き通り、北尾はテンタのアースクエイクドロップの前に圧殺され完敗だがこの試合、テンタのファイトマナーに問題があった。 試合中に北尾の技を2回も透かしていたのだ。これは北尾を小馬鹿にした動きであり、透かされた北尾は観客の失笑を買ってしまっていた。しかも東京ドームの観客はヒールのテンタに声援を送り、北尾にはブーイングを浴びせた。このようなこともあり、北尾はイライラを募らせていた。俺は横綱でスーパースター、あいつは幕下なのに。 という意識が強かったのだそして、イラついた北尾は試合後、全試合終了を待たずに帰宅してしまう。その夜、北尾は当時、SWS に参戦していた、デビュー前から親しい関係である、アポロ・菅原に電話をした。二日後の神戸でまた負けブックだ。それはないだろう。すると菅原は、横綱が幕下に2連敗なんておかしいよ。 どうしても嫌なら仮病で休めばいいと北尾に進言したそして神戸大会当日北尾はその進言通りテンタのアースクエイクドロップで胸を負傷したとして欠場を申し入れたしかし SWS の田中社長はそんなものは認められないと激怒そこで北尾は出場する代わりに勝ちブックへ変更するようマッチメーカーの歌舞伎に要請した 北尾に欠場されては困る歌舞伎は、天太に星を譲るように懇願した。天太はプロとして、しょうがない、今日のところは北尾に花を持たせてやろうと、マッチメーカーの歌舞伎の言うことを受け入れた。そして歌舞伎は、北尾の勝ちにブックを変更。だが、天太の顔も立てるため、ピンフォールを取られた後、レフェリーにカウントが早いじゃないかと抗議させて、北尾をボコボコにした後、 アースククエイクドロップを決めるというお互い丸く収まるストーリーにした北尾もこれを素直に受け入れたのであったしかし北尾は試合が始まって普通にチョップを入れてもせるつまり技のリアクションをしないそれでも天太はプロレスをしようとするが北尾に腕を取らせながら次のキックを指示したらそれを無視していきなり脇固めを決めてきた 天太はやばいと思ってかわしたがそこから試合がおかしくなった北尾はその後も全力でキックを入れたりのど輪や危険なひざ関節への蹴りなどを仕掛けていくが天太はこれらにことごとく対処北尾は指を2本立ててのサミングポーズで威嚇したがそれでも天太はひるまない緊迫した状況が続く中 北尾は間に入ったレフェリーを蹴り上げて北尾の反則負けとなったそしてリングを降りた北尾はマイクで問題発言を連呼八百長やろうこの野郎八百長ばっかりやりやがってこの八百長やろう前代未聞のレスラーからの八百長発言まさかの北尾の八百長発言に観客関係者も騒然となったさらに観客に向かって お前らこんな試合見て面白いのかと暴言を吐いたさらに北尾は「歌舞伎はどこだ?」と叫びながら控え室へ向かった歌舞伎が来ると「てめえふざけやがって」と椅子やテーブルを投げるなど大暴れその態度に歌舞伎も激怒控え室は大騒ぎになったそして控え室に入ってきたメガネスーパー社長夫人の田中常務が「 何なんですか今日の試合はと言うと北尾は「うるせえババアと暴言を浴びせ椅子を投げつけた収まりがつかない状況に菅原が北尾を連れ出そうとすると「フリーフリーもうやめた」と捨てゼリフを残しタクシーでホテルへ帰ってしまった一方 WWF 側のテンタの控え室ではハルク・ホーガンやランディ・サベージ ブレッドハートもこの出来事に怒り来るんだったらここでやってやると北尾が控え室に殴り込みに来るなら袋叩きにしてやるといきり立っていたこの時エージェントとして帯同していた佐藤昭夫がこれは SWS 内の問題だからと必死でホーガンらをなだめたもののこの後、メインで行われたホーガン対八ツ吉秋でも北尾対天太の影響か ホーガンはピリピリリしていたそして八つのエルボーとミサイルキックがホーガンの鼻に当たったことで試合後ホーガンが2回も鼻に当ててきたと怒りをあらわにした試合はホーガンが勝ったが後味の悪いまま神戸大会は幕となってしまった大会後天竜は苦しい胸の内を明かした ここにいるみんなは、今までいた団体でいろいろあったから、SWS で新しいものを作ろうとしたんだよね。新しいものを生み出せないならやめるしかないじゃないか。ファンに申し訳ない気持ちでいっぱいだ。必ず報いるから、今日はこらえてほしい。また、田中社長は、試合前に北尾選手から体調不良の申し出があったが、無理に出させた事実がある。 しかしこのようなお客さんを無視した行為は許されない非常に厳しい処分を検討します相当な覚悟も辞さないと発言した厳正な処分を科すとしていた田中社長だったが翌日北尾選手が今後ああいうことは二度としませんと謝罪がありました相当反省しているようだし1ヶ月の出場停止50万円の罰金としますと大雨裁定を出した上 もしこの決定に他の選手たちが不服ならプロレスをやめますと宣言北尾は田中社長に謝罪した際今回のことの顛末を包み隠さずすべて話したここで田中社長はプロレスの本質を知ることになるつまり田中社長は今までプロレスは筋書きのない真剣勝負だと思っていたのだ 夫人の田中常務もプロレスに筋書きがあることに驚きを隠せず、なんで今までそんな大事なことを黙っていたのと激怒したそうである天竜も北尾をかばっていたが、反天竜派がこの大雨祭低に反発するだけでなく、マッチメーカーである歌舞伎を急弾、さすがの田中社長や天竜も、歌舞伎まで責任が及んだことで北尾をかばいきれなくなってしまった。 そして田中社長夫妻、天竜、歌舞伎、若松、長崎、荒川が出席した緊急理事会で、北尾解雇が全員一致で議決された。さらに天竜の理事会長、取締役、同乗主の辞任も了承された。北尾は仕方がありませんと解雇処分を受け入れ、これで北尾の SWS 時代は幕を閉じた。 そして北尾対天太の騒動はこの後起きる SWS 崩壊への同化戦となった何よりもプロレスの本質を知ってしまった田中社長夫妻のプロレスに対する情熱が冷めてしまっていたこれによって SWS は次第に組織がバラバラになり崩壊の道を歩んでいくことになった実はこの北尾2連敗のブックを考えたマッチメーカーの歌舞伎には プロレス哲学があったプロレスには負けることも必要でそこから這い上がる姿をファンは見たいんだ天太に敗れたことでどん底まで落ちた北尾がいかに這い上がっていくかでファンの指示も変わってくると考えていたのだしかし北尾にしてみれば負けはかっこ悪いことで受け入れることに抵抗があっただが歌舞伎は仮に北尾が天太に勝ったとしても それはファンからしてみれば決して評価を受けるものではなく北尾のためには良くないことだと考えていたそしてテンタは雑誌のインタビューでこんな後日談を語っている「マイクで北尾が叫んでいた時は何を言っているのかわからなかったけど後で聞いて意味を知ったよ」「でももしあいつが俺のことをフェイクだと言うんだったらお前はリアルなのかと言いたいよ」 だだっったたらら俺をぶちまかかかしてから言えばよかったんだでもぶちまかすことができず自分で勝手にリングを降りて帰っていったじゃないかつまり俺が勝ったってことじゃないかなさらにこう続けた神戸での北尾戦は一つだけ役に立ったことがあるんだアメリカに帰ったら話に尾ひれがついてなんかものすごいシュートマッチをやったって大げさな噂になっていたんだ 相撲のグランドチャンピオンが仕掛けたシュートを返り討ちにしたっていう風にねそれで他のレスラーから一目置かれるようになったんだよまあよかったことといえばそれくらいかなシュートマッチなんてあれが最初で最後だよ SWS に次に参戦した時も全然問題なかったし数年後に天竜さんの団体 WAR で北尾と再戦が組まれた時もちゃんと普通に試合をしたからね 北尾はプロレス史上最も体格と才能に恵まれた選手の一人であっただけにあまりにももったいなかった相撲で辛抱しきれなかった分プロレスで少し辛抱すればよかったのだプロレスで生きていくためプロレスファンから人気を得るためにはそれが必要だった北尾に歌舞伎のプロレス哲学を聞き入れる器があれば プロレスラーとして成功していたかもしれないプロレスには負けることも必要でそこから這い上がる姿を見せることで人気を得ることができる負けは決してかっこ悪いことではない北尾には最後までプロレスというビジネスを理解できなかったのかもしれないご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。